ました。もう在来線を乗り換えるお客様は、これね、なんかでも僕らだけ乗り換え改札を利用ください。なんか地元の人に案内してもらったらずるいけど、ね、そうですね。でも案内してもらおうかな。あ、本当ですか。その方がいいですかね。あ、本当ですか。岡村さん、せっかく来てくれたし、はい、ぜひぜひ、はい、岡村さんの、はい、じゃあ希望は、はい、の、はい、おすすめの、はい、すごい些細な、あの普通観光客連れてかないだろうみたいなところがいい。あ、そうなんですね。あのすごい地元の人が普通に行く、ちょっと気に入ってる、はいはい、いい匂いがする隙間とか、それぐらいでいいんですけど。なるほど、ここめちゃめちゃいいですね。こんな感じは、これは飛びやすいですね、綺麗。ここいいね。あ、ちょっとお母さん、ちょっと呼んだ。あ、こちらってんだ。はい、はい。あ、すごい映えますね、やっぱね。見たことあるな、こうなってたけど。そうなんです。この絵見たことあるわ。人がたくさん通る。あ、これはね、いいですね、白でね。はい。白堀みたいなんですね、ここね。あ、これはいいよ、ただね。うん。いいじゃん。映えるところに行きましょうよ。いや、でもちょっと今ここで、ちょっとここでやってみてよ。どうなの？多分上向けたら、電気はあるけど、映っちゃうと、はいはいはい、なるほどね。なんか端を持ってる。そうですね。でも電線があるしな。やっぱあれなんですね。難しいんですね。なかなか難しいです。はい、ありがとうございます。新潟県歴史博物館から、火炎土器ミュージアムというところに向かって歩いてます。徒歩10分から15分ぐらいということで、なんですが、道中、ものすごい何もありません。いい天気でよかった。酒癖悪いとか女癖悪い、酒癖、女癖悪い話って、はい、他人だと最高に面白いですよね。ああ、そうですね。あ、全く誰とも関係がないと、そう、何のやきもちもないですし、そうそう、ではまたそんなことしてねなんて、そうですね。あの女癖が悪い人は遠くにいるとすげえ面白いと思うんで、またなんかやったらしいよみたいな。確かにそうですね。そうそうそう、身内だったらもう叶わないですよね。叶わないですよ。それがなんか自分兄貴のバッグだからね。わあ、すごいな。カメラいますね。アドさん、俺行かないでいい？行きたいですけど、ザカザカ行ってますからね。うん、多分危険な気がする。そうですね。あの砂だらけになっちゃうんで、行くまで。展望台だったら全然あの何の砂にも。いや、いいよ、俺いるからさ。あ、なるほど。上から撮ってるといいか。結構ザカザカ行ってます。これ結構釣りバンド聖地ですね、ここね。ここはスタジオと思ってます、私は。よく見るもん。これ初めて来るんだけど、この塔見覚えがあるって。ほぼミステリーですよね。めちゃめちゃ見覚えあるよ。この特定が佐渡島、淡島。あ、淡島も見えるんですね。あれか、どれ。うっすら見える。古賀です。古賀です。越後湯沢の駅の近くの商店街です。商店街なんですけど、あの普通のあのお蕎麦屋さんとかある商店街なんですが、なぜか歩いてるとめちゃめちゃロロロロロロロって音がしています。なんかずっと下の方が川なのかな、川が流れてるっぽくて、ずっとロロロロロっていう音がしている商店街です。バックで出た方がいいかもな。確かにあの昼飯食いたいですね。
寿司ですが、寿司がおすすめですか、やっぱり。ここは多分ここの中では一番おすすめです。ここ？ここ？こっちのこの隣。危なく。お、いいですね。ただめちゃくちゃ混んでますね。本当だ。でも時間はあるから。ぜひ。佐渡弁慶。ここですね。クレープにしましょうか。甘い匂いがしますよね。先入ってみましょう。そうですね。もっと下、もっと下。もっと下。うん、こんぐらい。うん、ですね、そうですね。美味しそう。中山ってこの白いやつのことですか。そう、つぶつぶ。あ、これが中山って言うんだ。へえ。いや、ちょっとこんなから。やった。嬉しい。あ、このサングラスの姿見たことあります。見慣れてるかも。これを。思ったんですけど、まあ、それはちょっと逆ですけど、はい、大体、あ、そうか、大体あの取っ手にやろうと思ってたんですけど、封鎖されてたんで、ちょうどここでも、まあ、そうですね。このところだけ取れれば、あとは一人でやれる。まあでも